なんか強力なんか吸入器みたいなのか分かんない、あのプコってやるやつ、プシュってやるやつをなんか1万円ですって言われて、え高くないって思ったの初め、えそなんかそれ1万円かかんのみたいな、書いてあったのなんか1980円からって書いてあったのにそんな高いのって思っちゃって、えっと思った、まあいいですって1万円だったらみたいな、1万円了解ですって言ったら、なんかそれでそれポコってやつ何回もやっても取れないからみたいな、便器外し、ま、外してちょっと中配管になんか詰まってるか確認しますって言われて、それが2万5千かかりますって言われたの。2万5千かと思って、なんか別にまあまあ別になんか払えない、なんだろうな、払えない値段じゃないかったから、なんかまあ疑いもしないっていうか、もう高いな、高いのかなみたいな、わかんない、でもなんか便器を外すってめっちゃ大変そうだから2万5千するんかなみたいな、するんかなと思って、そう、やばいよ、イクミンかわいいよだって、ありがとう、そうで配管見たけど見えるところには何もないっすねみたいな、もうこれワイヤー入れて中砕かないとダメですねみたいな、で10万ぐらい込み込みで10万かかりますって言われて、ちょっと待ってくださいねっつって肘に電話して、10万はさすがにぼったくりだよって言われたから、あ分かったありがとうっつって電話切って、大丈夫です言って帰ってもらって、とりあえず3万5千円だけお支払いするんだけど、でもなんかちょっと時間を置いたからかわかんないですけど、ちょっと治りましたって言われた。高くないかそれは、だってやっぱ高いんだ、朝の8時から予定あるのに寝れないよ、だって寝れないよね、わかるよ、寝ないよ、だって死んだ、寝たいね、あくびするぐらいだったら寝てほしいよね、正直問題。はあ、え鳥取さんだって、鳥取さんです、肘しっかりしてんのよ、こんばんは久しぶりだね、だって久しぶりです、イクミンだ、だってイクミンだよ、ディズニープラスから来ました、死ぬ寝れないなって思いながら TikTok 入れたらラブしてて嬉しい、だってたまたま見つけた、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 何かちょっとたまたま見つけた、あー首が止まらないんだよね、めちゃイケで見てました、だってありがとうございます、この時間に何してんすか、だって、じゃあなんかトイレが詰まって解決、なんか軽く解決したんだけど、まだ解決しきってないから、なんかさ、わかんない。難しいよね。これなんか管理会社とかに行ったらさ、お金代わりに払ってくれたりしないのかな。直せますよ、私。って死んだ。ラバーカップないの、イクミン。おすすめに流れてきたよ、イクミンが。だって、嘘やったーイェーイ。そう。持ってなくて。てか、私人生でトイレ詰まったことまだ一度もなかったからさ。初詰まりなの、トイレ。だから困っちゃってどうしたらいいかわかんなすぎて。なんか、でも言い方、なんか、すっぽんもない。ラバーカップもすっぽもないね、はあ、なんかさあれかね、配管に詰まってるものを溶かしますみたいな薬入れたらいいのかな、入れたらいけるとかあるかな、頭ちどうしたらいいのかな、誰かトイレの詰まりをどうしたらいいのか教えてくれたら配信が終われる。
トイレ詰まってても可愛いようだって死ぬ。トイレの詰まりが顔に出ない体質で助かったわねえと。気づいてる。え、ね、とりあえず諦めて寝てみちゃうだって。だってと寝てみちゃう。どうするの。顔が近くにあるとすぐ舐めるからな。ラバーカップがあれば簡単に治るよ。なんかさ、業者さんがさ持ってきてくれたなんかみたいなで押し込んでプーって引くやつみたいなのやったんだけど、それじゃ無理だったみたい。それが無理でもラバーカップ使えば治るかな。もっといいやつやんね。だってもあラバーカップがもっといいやつ。ラバーカップよりももっといいやつ。わかんない。なんか言いくるめられたって言ったら言い方めっちゃ良くないけど、わかんない。なんかなんかちょっとわかんなかった。わかんないから怖いなって思っちゃって返しちゃった。難しいね。私そうだ24歳になったんですよ。この前8月20日誕生日を迎えて24歳になりました。ありがとうございます。そうすると難しいなら我が作よりもっと奥に突っ込んでしまう。あーそうなんだよね。そう言われた。だから詰まってるものを砕かないとダメっぽいみたいな言われて、でもそれは10万ぐらいかかるって言われたから、込み込みで10万ですかと思って。だって10万ってことは税込み31万ってことじゃん。と思って、それはちょっと高すぎやしないかいと思って。いくみもえいとだって、えいとそれはぼったくりやわ。そうだよね。なんかさすがに。でもやっぱレイズしなくてよかったわ。フォールドです。こんなものはもうフォールドです。全然もうベッドしちゃってたけど、もういい。それは渡してももうしゃあないから、このままフォールドしました。恐ろしいですわ。じゃあどうしよう。なんか どのさ水道局というかその業者が何も聞いてなかったけど、いくみに10万払えばいいんか。だって違う違う、あの9月16日に中野いくみの生誕イベントがあるから、それに来たらいいの。バズさん、バズさん、そういうこと。9月16日に中野いくみの生誕イベントがあって、一部には横山由依も参加するし、二部もすっごく素敵な会になるから、それに参加すればいいの。東京であるから。分かった。だってバズさん分かったの。本当に来る。近くにドンキ100円ショップとかない？何度かやるとつまりは取れると思うよ。もうここ人里離れたさ、もう山の中だからさ、ドンキも100円ショップもない。9月16日ですか？だってさ、リアさん9月16日に東京の五反田のなんか会場かなって。会場は五反田。10万とか払えばもう配管工事できるもんよ。だってね、死ぬ。本当だからもうフォールドしてよかったよね。マジで正解、正解すぎた。ターンぐらいまで行ってたけど、フォールドしてよかった。9月16日だよ。もうチケット販売されてるんだ。
イクミの公式の X に載ってる。そう、24歳になったんだこの前。おめでとう、ありがとう。やばいよ。この話が終わったら配信終わるわ。おめでとうだった。ありがとう、りょうさん。9月16日来れるのかな？聞いてくれた。スマホで安いとこ見つけてみ？配管詰まりやすいとかで。配管詰まり安いとかで。違う、調べて電話して呼んだら1万円って言われたの。だから安いとこ信じないと思って、もうなんか。信じられない。おめでとうだって。ありがとう。もう安いとこ信じられないと思っちゃった。ありえなくない？どう思う？それについてあんたどう思う？なんと出会って5年になりましただって。5年前の今日なんだ。イクミちゃんと写真を撮れますか？だって。どうだろう。イベントの内容次第では撮れるかもだけど、なんか、グッズだったりとか、なんかわかんないけど、ほんといろんなこと考えてるから楽しくなると思う。楽しいイベントにするから来てほしい。出会って5年前の今日だったんすね。やばすぎ。いっちゃん初め覚えてない。なんだったっけ。いやー、マジでトイレ詰まったのショックすぎてさ、なんかマジ知り合い、なんかあれかな、なんか舞台のグループラインとかにさ、全部さ、今入ってる舞台のグループライン全部に送ってみようかな。業者の方いませんかみたいな。もしかして都内とかではない？いや、全然都内だし、あれなんだけど。あ、お祭り、あ、そうだ、だって麻布十番祭りだもん、初めまして。あれ、そうだよね、麻布十番祭りでしたもんね。懐かしい。今日も行きたかったんだよ、麻布十番祭り。行けなかった。初めてイクミン見たのは旭川公園。わ、懐かしい、旭川公園も。イクミンだ、だって。あ、坂道のマークがついている。鳥取の星だ、だって。泣いたって言っちゃった。ぼったくられた。エイタの時から好きです、だって。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです。すいません、好きだった人がトイレ詰まりの話してて。もうトイレが詰まって、あと生誕イベントの話。トイレ詰まりと生誕、自分の生誕イベントの話ってどんな。おもろ。こんばんは、こんばんは。ちなみに誕生日8月8日でした。やば、8より8じゃん。してチームメイト名乗っていいよ。初見です、だって。フォローありがとうございます。嬉しい。多分初見の人がフォローしてくれたよ。お礼言って。いつ見ても綺麗だからって。ママ褒められちゃったよと。なめてくる。かわいいな、だって。やめて、うん、やめて。こっちもやめてて。初見で久々にお姿を見た気がします、だって。嘘。あ、バズさんが猫の足くれた、ありがとう。犬に猫の足で。久々にお姿見たんだって。嬉しい、お久しぶりです。イクミンって2000年生まれ。そうだよ、イクミン2000年生まれだから、この前24歳になったので、24歳の生誕イベント9月16日にします。そういう話。同い年だ、だって。同い年なんだ。でも手べちゃべちゃなんだけど。最悪、見て、すごいよ。そんな美味しいかねっていうぐらいの目で。全部そしてトン吉で拭くっていう。東京ガスでもつまり解消してくれるね、だって。東京ガスに頼む。いい加減にしてと、ママ嫌だって言ってるのに。パン。
困ったね。どうしたもん、なんか、え、だからさ、なんか詰まってるやつをさ溶かすなんか薬剤みたいな入れたらさいけないかなってふと思ったんだよね。ちょっと明日やってみよう。やばい、ここで1万稼げばいいのだって。イクミこれさ、お金受け取れる機能にしてんのかな、わかんないんだよな。イクミ TikTok ライブ全然わかんないからさ。うーん、難しいね。ちょっとまた明日連絡するわ。普通に LINE 電話みたいな、テレビ電話みたいになって、明日またちょっと事後報告するね。大丈夫だったとか、いや実はあの後ひどいことになってみたいな話、また明日報告する。マジでエイトの時はイクミン彼女やったらなって何度思ったことか。死んだ、嬉しい、ありがとう。じゃあ9月16日は彼女候補に会いに来てね。何？わかりません。イベント行きますだって。やったー、待ってます、ティオさん。ありがとう。じゃあちょっと私は寝ます。道具さえあれば手動でできるよ。なんかできないんだけどさ。できないから。道具ないし。トイレが詰まってしょうがないんです。いや、初めてなんだけど、人生で初めて。仕事の東京移動がなくなりましたって。あら悲しい。東京来てたらね、会えたのに。9月16日おやすみなさいだって。うん、おやすみなさい。じゃあまたね、おやすみ。